ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。ラブ神戸熟女レポーター英子です。本日は、ダイニングイッチョンさんの方に お邪魔しております。こちらはどんなお店なんでしょうか。行ってみたいと思います。はい、こちらが入り口になっております。はい、このようにおでんとかね、こういうような旗なんかも上がってるんですけれども、では入ってみたいと思います。お邪魔します。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではお名前を教えていただけますでしょうか。フルネームで、はい、山本芳恵と申します。はい、山本芳恵さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、このいっちょんさんなんですけれども、どんなお店になるんでしょうか。お店ですか。アットホームな感じで、お気軽に手軽に外食を楽しんでいただけるように、はい、作ったお店です。あ、ね、結構こうオレンジの感じがね、はい、こう優しい色使いで、なんか温かみのある感じがしますね。こちらなんですけれども、お店は何席ぐらいあるんでしょうか。テーブル席が4人掛けで4つと、カウンターが 10です。10名様。はい、じゃ結構ね、30人ぐらいは。そうですね、ぎゅうぎゅうで30名様ぐらい座れるかなとは思いますが、まあ、はい、28ぐらいじゃないですかね。なるほど。はい、では、いっちょんさんの人気メニューは。あ、はい、今日はこちらのタイの野菜たっぷりタイのカルパッチョ。わっ、ね、彩りも美しいですね。女性に人気のメニューです。はい、あ、今ね、ちょっとコメントが入っておりまして、場所はどこですかっておっしゃってるんですけれども、場所は、加納町2丁目なんですけれども、神戸製菓学院ですかね、専門学校の裏手になります。はい、一本西川になるんですね。そうですね、フラワーロード西川ですね。そうです。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらなんですけれども、こちらお刺身に何が入ってるんでしょうか。お刺身はタイですね。タイですか。あ、ごめんなさい、さっき言ってらっしゃいましたね。はい、はい、ではこれを今日は、はい、あとこちらのサブメインなんですけど、はい、串カツね、なんかね、この衣がね、薄くてね、はいはい、いい感じですね。私、串カツはね、衣が薄いのが大好きです。人気の串カツの盛り合わせです、はい、ありがとうございます。こちらじゃあちょっと試食させていただいてよろしいですか。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。では皆さん、ちょっと私試食させていただきたいと思います。はい、失礼いたします。ではまず、お箸をちょっといただきますね。あ、はい、はい、すみません、届けますか。はい、大丈夫です。はい、すごい大盛りですね。お皿がね、はい、大皿ですね。ボリュームたっぷりで、ボリュームたっぷりですね。はい、こちらでかかってるのは周りは、はい、黒胡椒ですね。はい、黒胡椒です、はい、ではいただきたいと思います。お好みで黒胡椒をつけながら召し上がってください。はい、こんな感じです。はい、はい、こちらの黒胡椒をつけまして、このね、塩昆布が入ってるのが面白いですね。そうですね、アクセントに、味のアクセントになると思います。はい、ではちょっといただきます。味が効いてますね。意外な感じですか。意外ですね。それと胡椒と塩昆布がすごく、はい、和風な感じですね。そうですね、見た目は洋風なんですけど、ね、はい、味は和風ですね。これは誰の発案なんですか。これはうちの主人であるマスターなんですけども、マスターさんの、はい、マスターさんはこちらお店開かれるまでに何かいろいろ、そうですね、いろんちょっとお店をする前にいろんなお店ちょっと修行行ってもらって、洋食、イタリアン、はい、あとお魚の出てるところ、イケス料理も行ってもらいました。そうなんですね、はい、じゃあちょっと野菜の方もいただきたいと思います、はい、うん、これはすごいね、日本人の好きな味ですね。だと思います、ね、はい、うん、懐かしい感じもしますし、うん、新しい感じもすると思います。そうですよね、はい、ありがとうございます。じゃあ串カツの方をいただきたいと思います、
やっぱりエビですよね、串カツはね。そうですね、はい、うちのエビはもう大人気なんですね。このおソースは何かこだわりがあるんですか？はい、自家製です。あの店でブレンドしております。店でブレンドされてるんですね、はい、ではこのエビをいただきたいと思います。プリプリですね。よかったです、うん、すごい美味しいです。この衣の加減もね、はい、すごくいい感じですね、はい、うん、皆さん、あの衣がなんか違うわとかっておっしゃいますね。なんか衣にもこだわりがあるんですか？そうですね、あの2種類の衣を混ぜさせてもらってます。とっても美味しいです、はい、ありがとうございます。ではちょっと展示させていただきます。はい、では吉江さん、はい、こちらの方のお店の PR を教えていただけますか？ PR、 はい、串カツと旬の海の幸を使って、はい、いろんなあの美味しいものを提供させていただきます。はい、こちらの方も毎日あのマスターが朝から中央市場に行ってお安く提供できる魚を探してきてくれてます。はい、あのウィッチョンさんはね、あの今月の1月号の甘辛手帳にも掲載されてるんですよね、はい、おかげさまでありがとうございます。はい、じゃあちょっとこちらの方ご紹介させていただきたいと思います。このように私が今いただきました串カツなんですけれども、こちらのカルパッチョの方も甘辛手帳の117ページに掲載されてますので、お持ちの方、はい、ぜひご覧くださいませ。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、夜は何時から営業ですか？5時半からです。はい、今日も5時半からやってますので、皆さんぜひお越しくださいませ。お待ちしております。今日はありがとうございました。失礼いたします。